皆さん、こんにちは。レクセン人講師の鎌田です。本日はですね、動画をご覧いただきまして、また、皆様の貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。ぜひですね、行政書士試験に合格していただきまして、このバッジを獲得して、ぜひ行政書士の実務に出て、実務で活躍して、実務を盛り上げていただきたい。私も実務家の一人としてですね皆さんに、えー 授業という形でですね知識をお教えさせていただいていますがそれはなぜかというと皆さんに行政書士の実務に出ていただいて行政書士の面白さそして行政書士という仕事をよりですね世間に知れ,渡らさせ知れ渡るようにしていただきたいとそういう気持ちで1人でも多くの方に合格していただきたいという思いでえ常に授業なども行っていますのでぜひですね 本日、貴重なお時間いただきまして動画をご覧いただいているわけですからあー次の今年のですかね、えー、行政書士試験に合格していただいて行政書士の,このバッジを獲得していただければと思います。ということで本日何を話すのかというところですけれども知識を最大限に生かす2年目以降の学習法というテーマこちらを本日です、ね、お話しさせていただければと思います。 この動画をご覧になられている方はですね多くの方がこのように感じられている方なんじゃないかなというふうに思いますどんな方でしょうかと。行政初心試験を受験したんだけれどもいい感触がないなぁとだけどと自己採点したけどいい結果ではなかったなぁとだけどと勉強時間が足りなくて受験しなかったんだけどとだけどとだけどと。 諦めきれない。もうちょっと頑張ってみようと。もう一回受けてみよう。でもどうすればいいんだというふうに考えられている方が多いんじゃないでしょうかと。そしてまたですね、行政書士試験を,を受けた方は、こういう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。落ち込んじゃってる方ですね。落ち込んじゃっている方がいたら、私はこれは強く言いたい。落ち込んじゃっている方がいるんだったら、 立ち直ってくださいと立ち上がってくださいとそこからが皆さんの本領発揮皆さんの未来につながっていきますので落ち込んじゃってもうだめだとそこで諦めたらそれ以上はないわけですからぜひですね落ち込んでいるなら立ち直ってほしいんでですねそれは何でかっていうとこちらなんですね。 行政書士試験っていうのは一般合格率10%前後なんですね。えー、勉強をして試験に臨みました。でも10人に1人ぐらいしか受からないんです。なおかつ合格するために必要な勉強時間っていうのは一般的に500時間から1000時間約最低半年ぐらいかかるんですね。 皆さんお仕事などもされていて限られた時間の中で行政書士試験に挑まなければいけないその中でこの時間を確保してなおかつこの合格率を勝ち抜かなきゃいけないなおかつ何を勉強しなきゃいけないのかっていうと,と2500条以上あるんですね。また予備校などを使って1年間きっちり学ぼうという形で勉強を始めたとしてもこれテキスト。 どの予備講座も通年講座だい,たい1,000ページ以上全科目でですねあると思いますけれどもこれぐらいの分量をこの時間内限られた時間内にやらなきゃいけないんですねだから行政書士試験っていうのは簡単な試験じゃないんですと簡単な試験じゃない難易度の高い試験なんですよっていうのを改めて皆さん思い出してくださいと。 1回から3回の受験で合格をつかみ取る人が多いと特に2回目が一番合格率が合格する人が多い回数でもありますので是非ですね1回受けて落ち込んじゃってるっていう人は特に落ち込まずに立ち直っていただきたいと落ち込む必要性はないんですと難しい試験に挑もうとしていること挑んでいることにまずは自信を持ってくださいと。 自信を取り戻さなくては行政書士試験という合格率10%一般合格率10%の試験を勝ち抜くということはできない自分が最大の敵ですので自分が最大の敵自分に打ち勝つためにはどうしたらいいか自分の気持ちモチベーションを維持しなければいけないだから落ち込んじゃっている方は難しい試験なんだと一発合格できる人は多くはないんだと10人のうち1人ぐらいしか受からない試験なんだとでも負けないぞと。 立ち直るるぞぞと、と、次は絶対受かるぞとそのモチベーションが大事そのモチベーションをまず今の段階で持っていただいたらおそらく次の行政書士試験は皆さん合格できますのでただ合格できると言ってもじゃあどうやって勉強したらいいんだとここが皆さん知りたいところですよねどうやって勉強していったらいいんでしょうかっていうのを検討していきたいと思います。合格すするためにはどうすればいいかと、 まずは本日動画をご覧にいられている方は多くの方がすでに受験されてうまくいかなかった方だと思いますので合格するためには失敗から学ばなきゃいけないとじゃあどんなところが自分にとって失敗だったのかなというところをちょっと思い返していただきたいんですねこの図を見ていただきたいんですけれどもこれは何かというとわかりますでしょうかね法律の能力の 養成過程なんですね見ていただいてお分かりのように最初の方全然上がってないですよねでもとある段階から一気に上がってますよねそしてその過程に合格というものがありますよねこのように法律学習の特徴としてですね法律学習っていうのは全体を把握するのに時間がかかるんですねそしてまたですね 他のテーマのお話が皆さんがテキストなどで見ている今勉強しているテーマの前提になってたりするんですね要は法律っていうのは有機的に関連しているんですね。 特定の部分だけを勉強していれば、能力がどん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 上がってくるのかっていうと、そうではなくて、勉強しましたと、その単元の知識つきました。そうなったら、その単元の知識を前提としないと、他の単元を理解できないというようなことも結構多いんですね。法律っていうのは、よく私言うんですけれども、一周してからがスタートですよと。だから一周目はまだスタート地点にも立っていないんだと。一周してからスタートなんです ここを忘れちゃいいけないと1回勉強したから「あ僕は勉強した私は勉強した」ではなかなか10%の壁は越えられない法律っていうのは有機的に関連しているわけですから全体をまずは勉強しなきゃいけないこの全体把握するのに時間がかかるんですね。特に法律諸学の方は感じられていると思いますが初めて勉強した時法律のテキストでやったり条文見て「何言ってんだこいつ日本語かよ」っていうふうに思われた方多いんじゃないでしょうかとそうなんですと。 ただでさえ言葉が難しい外国語ののようなもの日本人でもよく分かんないことが書いてあるそれを読み解きながら一周回さなきゃいけないかなり時間かかりますよねだから法律学習っていうのは最初全然伸びないんです能力は。だけど一周回って であ全体わかるなってなって2週目3週目になってきたら知識のつながりがついてきて記憶もついてきてえ記憶も定着してきてどん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 能力が上がっていく試験で言えば得点が上が上っていくっていうことになるんですね。法律の全体が分かってくると正しい学習をしていれば一気に得点が伸びてくるんですね。じゃあうううまくいいかかかなかっったた方はだだどとううところがあダメだったのかと 言うと大体はここに集約されててきますねそそもそも勉強量が足りていなかったと法律っていうのは全体把握に時間がかかる全体把握だけでですね時間使っちゃって、えー、なかなかですね、えー、2週目3週目いかなかったと1週やってからがスタートですからそもそもの勉強量が足りてない500から1,000時間が一般的に必要なのに自分はあ200時間300時間ぐらいだったなとかいらっしゃるんじゃないでしょうかと。またですね 俺は勉強してたよ私はちゃんと勉強してたよと500時間600時間超えしてたよとでも受かんなかったんだよっていう方はどういうところが原因として挙げられるかっていうと一般的にはこれですね。勉強が非効率的なものになっていたと行政書士試験の特徴として合格を得るためにはそれは当然得点取んなきゃいけないわけですよねででも得点に特徴があるんですね。 後でのお話でもまた出てきますけれども行政書士試験300点満点中法令科目本丸ありましたよね民法と行政法なんですね民法と行政法に188点あるんですね合格点が180点ですから民法行政法を極めちゃえば180点を超えられちゃうんですねそれぐらい非常に高いウェイトがある一方で憲法は28点商法会社法は20点 基礎法学は8点という形で民法行政法以外の科目のウエイトが非常に低いんですねだからここでいう非効率的っていうのは何かっていうと試験合格行政書士試験合格っていう観点から見たら当然点数がつながるところに時間をかけないといけないんですねすごい時間使って勉強したよっていう方でも得点が伸び悩んだっていう方は どういうところに問題があるかこれなんですね得点が入っているウエイトが高いところに時間を使えたかどうかなんですと憲法であったり商法会社法それだけでですね難しいですよね勉強するの大変ですよねだから憲法であったり商法会社法にかなり時間使っちゃう そうなってくるとどうなるかっていうと憲法法ででであっっったたたりのの知識が結構ついいてててきたってなななも、試験との関係では大した点数にらなん,ないんですね。一方で商法会社法であったり憲法であったり基礎法学に時間を使ってしまうとどうなるかっていうと皆さん限られた時間の中で、えー、戦いに挑むわけですから当然のことながら民法行政法という特典がいっぱい入っているところの知識が抜けていってしまったり足りないっていうことが起きてくるんですね。 だから時間を使っっっててもなかなななかかか得点が伸びなかったとっいうことになってくる。不合格の原因としては集約すると大体の方がこの2点になってくるそもそも勉強量足りない勉強してたんだけど得点伸びなかったという方は勉強の効率性が試験との関係では良くない勉強の仕方をしていたと。 予備校の講師ですから当然のことながら合格合格戦略というところで言えばもちろんですね実務家からすれば商法会社法これめちゃくちゃやってほしいんですよと会社設立業務とか商法会社法なかったら実務ではできないですからやってほしいんですけどただ試験攻略ってていいいう観点かかららしたそそこはそこはまでで時間かけなくていいんですねだからまずもって、えー、次行政書士試験を受けようという方はここを意識してほしい。 民法と行政法重要な科目に時間を使いましょうというのをまずはざっくりとしたところで押さえておいてほしいんです。じゃあ細かい具体的な勉強方法はどうしたらいいいのかっていうところですが次のスライドをご覧ください。行政初士試験にの突破に必要な勉強方法勉強のために必要な着眼点はどこかっていうとこれなんですね。 しして難しいことは言っていませんと非常にシンプルですとテキストに現れている言葉の定義と判例の用紙を丁寧に確認しましょうねと6歩を引いて条文に何と書いてあるか関連条文も合わせて確認しましょうと問題においてどのような形で出題されているかを過去文集などを使いながら確認しましょうそしてまた確認だけではなくて分析しましまょうこれらを繰り返すことなんですね。1, 2, 3, 4, 4この4つのつ 過程を意識して勉強する法律学習の王道の勉強法ですけどこれが試験突破に必要なことなんですね他のことは基本的に行う必要性はないんですねこれらの王道の繰り返しが合格への近道になってくるんですと料理とかでもそうですよねいろいろ手のこった料理もまあもちろん美味しいだけれども最終的にはシンプルな料理 これが美味しいとそしてまたシンプルな料理に料理人の腕が一番出てくるとシンプル法律学習においてもそうシンプルイズベストこれが法律学習の王道なんですただシンプルを極めると極められてたでしょうかと1テキストに現れている言葉の定義と判例の用紙丁寧に確認できましたかと あこういう判例があるんだこういう意味なんだっていうことを見て、えー、どういうどうしてそうなってるんだろうとかいうなぜっていう理解をお湯も求めたでしょうかとまたテキストであったり過去文集に出てきた条文を見たでしょうかとその条文は見てたよじゃあその関連する条文近くにある条文にまで目通してたでしょうかと過去文を 特裁にも問題を解いてあ,あこういう問題があるのね丸だね×だねで終わってませんかとこれら繰り返せてましたかと言われるとあ,あ私まだ足りなかったなっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうかと基本的には行政書士試験はこの1234を繰り返せば 合格でできるんです先ほど申し上げました民法行政法に時間を割いてそこを中心にですねこれらを意識しながら勉強していけば攻略でできてくるんです実際に試験問題のところでなんでこの1234が大事なのかっていうのをイメージとして持ってほしいんですがプレゼンターで見ていきますが。 例えばこれ2019年の問題ですけど、憲法の人権の問題ですね。憲法の人権の問題は、ほとんどがこう,かこう書かれてる。最高裁判所の判例に照らしっていうことで選択肢がパパパパパーっとあるわけですよね。解説の方を見ていくとどうなっているかっていうと、全部判決文ですよね。判決文、判決文、判決文と。判決文と。 判決文のどこの部分一部分が抜き出されてきてて皆さん頭に入ってますかっていうのが聞かれてますよね当然のことながら判決文はこれだけのものじゃないですよねもっと遅くともてんてんてんとあるようにもっと長く書かれていると そのもっと長く書かれている判例のパーツパーツのつながりを意識して「あこの判例ではこうだからこうなってこうだからこうなって」っていうことでパーツにつながりをを持持っっててて理解を持って勉強できてました判例っていうのは非常にですね長いですよね全部暗記するなんて無理なんですと記憶との関係でどうやって知識定着させていくかっていうとつながりなんですね。 物事のつながりが分かっていると覚えを覚えようとせずとも自然にあこの時はこうでこの時はこうでこの時はこうでという形で頭が作り上げてくれるんですねだから判例を勉強する際にもですねこの判例はどういう判例でどういう論理を追ってどういう結論になったのかとポイントポイントのつながりを意識していけば知識は定着してくるんです。と だからまず1点目、えー、テキストに現れる言葉の定義と判例の要旨を丁寧に確認しましょうっていうところの「丁寧」っていうのは言い換えると理解、つなながり、こここを意識ししててて勉強でできいいましたかっていうところなんですね。次に行政法の問題もこれまた2019年の問題ですけど見ていきますが行政上の義務履行確保に関する記述ですね。という形でありますが「即時強制とは」 とかですね「直接強制は?」とか「大執行の対象は?」っていう形で行政法の問題の多くはですね定義であったり要件ですねこの辺りが聞かれてくることが多いと特に総論ではですね 実際のの解説の方でもでもすね即時矯正はこういう意味合いですよであったり直接矯正の手続きはうんちゃらかんちゃらであったりえ大執行の対象っていうのはこうですよということでこれまた条文の要件ですすよよねね聞かれてますよねこのように要件と定義をしっかりと意識を持って、えー 理解できていましたかまたこの要件が出てきた時には同じような話が出てきますよねその時に違いというものを意識して勉強できていましたか一個一個を単純に丸暗記では記憶であったり勉強する際もですねやっぱりどうしても眠くなったりするわけですよと。 だから同じような話が出てきた時はどこが違うのかというのを意識しておくと試験でもその違いというものを分かってるっていう形で一歩踏み込んだ問題も出てくるわけですからあ日頃の学習から同じような定義が出てきた時には当然定義の内容を抑えると似通った話が出てきた時には何が違うんだろうかっていうところを丁寧に要は理解しながらつながりを持って勉強できたでしょうかと。 要件との関係ではきちんと条文にどのような要件が要求されていたのかというのが頭に入っているでしょうかというのが大事になってくるさらに行政手続法であったり行政不服審査法について言えばこれは条文数もそんなに多くないですよねそしてまた試験で聞かれてくる時はほぼほぼ8割9割 見てくださいと解説の方を見ていただければと思いますが条文なんですね皆さんも過去問集など解いていてですね本番の試験も解いてですねお気づきかと思いますが行政手続法と不服審査法っていうのは条文が頭に入っちゃっていれば全問取れるんですねだからここ落としてほしくないんですね だから、日頃の学習の際にもですね、手続き交付審査法については条文の内容というのを条文全部を頭に入れちゃうぐらい押さえてほしいとしかもこれ、いやらしいですよね本記述のような規定はないなんていう問題も結構出てくるんですね手続き交付審査法行政事件訴訟法でこれ、このような記述ない問題なんていうのはあね、条文全体像が分かってなかったら解けないですよね。 だから条文っていうのも常日頃から意識して、えー、法令集に当たって勉強してくださいっていうところなんですねテキストであったりテキストで出てきた判例であったり過去問で出てきた問題であったり判例は解説のところから見たよっていう方はほとんどだと思いますじゃあその一歩先行ってちゃんと条文見てたっていうと見てない方が多いんじゃないでしょうか もう一回行政書士試験を受けてある程度知識がついているんであれば条文を見ても皆さん分かりまますす自分で読み解けますだから次の行政書士試験に向けては条文を特に意識して勉強してほしいんですね。 もちろん法律書学の方がいきなりですね辞書みたいな法律の条文を読んでもですねさっぱり何が書いてあるかはわからないだから書学の方にはまずはテキストを丁寧に読みましょうとどういう話があるのかをきちんと見ましょうっていうんですがただ一定程度知識が入った方はどんな話があるかどういう制度なのかっていうところはつかめてるわけですよね。でああればあとは細かいルールー 細かいいいルルールが載っている、まあ、説明書みたいなもんですよね条文集をきちんと見て条文のキーワードとなるようなところを押さえていただきたいこれはですね卓一に限ったことではなくて記述についてもそうなんですとこれまた2019年ですけどお2019年44行政法の問題ですが見ていただきたいんですと。おー 解説の方これも見ちゃいますけど「処分等の求めについての理解を問うものなんですと」とで答えとしては「何人も命令を求めることができ Y は必要な調査を行い必要と認めた時は命令すべきである」っていうのが書いてほしかったわけですよね。だけどこれ書いてくれって言ってる内容を見るとこれ条文にそのまま載ってんですね。何人も是正のためにされるべき処分 うーん、または行政指導がされてないと資料するときは権限有するものに申し出て求めることができますよと、でこの申し出があったときには調査を行ってやんなきゃいけないですよっていう形で書いてあるんですね。記述の問題もほとんど40字ぐらいで書いてくださいって言いますが、条文の内容要件皆さん頭に入ってますか？皆さんの言葉で書けますか問題がほとんど。 ですからこの記述対策っていう意味合いでも日頃から条文を見とくとですね何を書かなきゃいけないのかが分かってくる民法についてもそうですね、えー、建て替えと修繕等のそれぞれの場合について5名の間でどのようなことが必要かとかいうことですけど共有者全員の合意が必要で修繕等には価格の過半数の決定が必要であると要はこれまた共有物に関するルール ですよね共有物の変更管理に関する手続きルール条文どうなってましたかが聞かれているわけですよねだから日頃から条文を見るっていうことは記述の対策にもなってくるわけですから条文をきちんと見てほしいというところなんですね。 ちなみに、えー、次の行政書士試験を受けられる方はこの物件法の部分ですね特に共有のルールー変わって改正されますのでここはちょっと注意をしてくださいねっていうところおそらく変わりますから次の行政書士試験これ共有に関するルール前のルールとは変わるので出る可能性高いですかね。 この辺もお意識しながらあ物件法変わるんだなっていうところも意識しながら勉強していただければと思います。以上のようにですね、今、試験問題との関係で見てきましたけれども試験問題に出てくるものは言葉の定義であったり判例に何書いてあると条文ちゃんと分かってるっとい,いうものがほとんどですよね。 そしてまたこれらの知識について同じような知識だけど言い方ちょっと変えたら答えられるとか似たような制度あったよね違いわかるとかですね問題においてどのような形で出題されているのか言い換えて出題されている場合にはじゃあどういうふうに言い換えてくるんだろうかとどういういやらしい形で聞いてくるんだろうかとかいうのを分析しながらですね確認してほしいと。 テキストを読む際にも問題を解く際にも条文が出てきたら条文を見てほしいとそしてまたテキスト問題集に何条の1項が答えですよってあったら2項3項もあるわけですよねだからその2項3項も見てほしいんですねなんでかっていうと過去何条の1項は出したよねってことは当然その条文見てるよねじゃあ今年は2項を出すよ3項を出すよっていう話に なってくるわけですだから関連条文もきちんと見てくださいとやるべきことはこれだけなんですねテキストに現れている言葉の定義と判例の用紙を丁寧に確認しましょうねと6法を引いて条文に何て書いてあるか関連条文を確認していきましょう問題文でどのような形で出題されているかを確認分析しましょうそしてまた1回やったとかいう話では 記憶に定着しないわけですからこれを繰り返して正確になるまでやり続けることよくいらっしゃるんですが自分には手識が足りないんじゃないかということでですねいろいろな教材に手を出される方がいらっしゃるお聞きになられている方の中にもいらっしゃるんじゃないでしょうかともちろんですねいろいろな教材に手を出す際に一つの問題集を3週4週5週やってもうこの問題集は理解までできたとじゃあ次行こうっていうならいいんですけど。 1一回解いたじゃあ次の問題集1回解いたじゃあ次の問題集ってやってたらずっと知識曖昧なまんまなままんですね本番の試験解かれてお分かりのように絞りりれなくななくくますそうなってくると知識が曖昧だと見たことあるけどどうだったっけなっていうところになっちゃうので選択肢を絞りきれない試験合格に必要なもの5個の中からあ正しいものの組み合わせ選びなさい問題とかが特にですけど 消去法を正確にできるかと絶対に皆さんが試験に臨んだ際には見たことない問題出てくるんですね見たことない問題は出てくる前提で挑まなきゃいけない正答率を上げなきゃいけないそうなった場合にどうなるのかっていうと見たことある問題の知識を正確にしておくと そうすれば見たことない判例があっても他の見たことある判例の知識、ジョブの知識が正確ですからこれは違うなこれは合ってるなっていう風うに判断できると消去法の精度が上がってくるんですね。曖昧な知識だといつまでたっても消去法の精度が上がらないので点数がなかなか上がらないということになってきてしまう。だから正確な知識をつけてほしい。だから。 問題集1回やりました次1回やりました次で曖昧なままの知識をどんどん増やさないでくださいもちろん問題集いっぱいやればやるほどですね知識のストックはたまっていきますので有利にはなっていくよだけど注意してほしいのは一つの問題集はもうこの問題集の内容は理解までできた完璧だっていうぐらい回してから次いってくださいねっていう話なんですね。また合格者の人が 数多くの問題集をやっている人たちだけですかって言うと、そうじゃないですよね。過去10年のウォークンとテキストだけで合格される方もいらっしゃるわけですよね。そういった方はあ知識が正確になっているから、消去法などを使って合格できているわけですよね。もちろん問題集をいっぱいやって、知識をいっぱい持っている人よりも、情報量は少ないけれども、その情報の精度が高いから、 問題集いっぱいやらなくても合格にたどり着いているわけですよね。だから長くなりましたけど何が言いたいのかっていうと繰り返すと忍耐が必要なんですっていうところを忘れないでいただきたいというところです。以上ですね。行政書士試験突破に必要なものとはどんなものですかと言われたらこれはシンプルですとシンプルイズイーブズザベストですと。 言葉の定義と判例の用紙を丁寧に理解まで含めて確認しましょう条文もちゃんと確認しましょう関連しているところも見ましょうと問題でどのような形で出題されているのか確認分析しましょうそしてこれらを正確にしていきましょう知識の量ではなくて質を高めていきましょうと繰り返すっていうのが大事なんですよとそしてまたこれが一番難しいモチベーションを維持しなきゃいけない最大の敵は自分と言われるゆえんですね。 モチベーションががななききゃ繰り返すいうことといい。うこでだから自分に打ち勝って繰り返して正確にして合格をつかみ取っていただきたいというところになります。ではこの「1234が必要なのは分かったよ」と「何回も何回も言うなよ」と「そうですよね」と「今年俺は受けるんだ」と「私は受けるんだ」と。 今年に着がうん今年に着目してどうしたらいいのかっていうところですよね。皆さんは法律をすでに一定程度学んだことがあるわけですよね。この法律学習の王道の中で何をメインにやらなきゃいけないのかっていうのは見えてきますよね。テキストに現れている言葉の定義であったり、判例としてどのようなものがあったのか、どのような話だったのかっていうところの大枠はつかめてるわけですよね。それ以外のところ 皆さん時間かかけててできていましたかと特に法律諸学の方は一に時間取られて他のところにそこまで時間取れなかったんじゃないですかと。だから2年目以降は一以外のところに時間を使うっていうのが大事になってくる。2年目以降の効率的な学習のために法律をすでに学んだことのある方が重視すべき点は条文の確認。 そして問題演習を正ししく行うそして、えー、知識が曖昧だったところは適時テキストを確認しながらあーですね繰り返して知識を正確にしていくっていうのが特に重要になってくると。2年目だろうが1年目だろうが社会人の方は働きながら挑まなきゃいけない時間は有限なわけですから2年目であれば2年目に特化した 必要なポイントに時間コストを割いて効率的に学ぶべきなんですここを間違えちゃうとまたですねううまくくいいいかななととこにもなってくる。常文確に問題演習この繰り返し知識が曖昧だった部分を適時テキストなどで確認とこれが大事になってくるんですよ要はですねアウトプットが合格の鍵になってくる。 テキストで基本的な知識や判例は皆さん入ってますよねと。だけどいざその問題を解こうとするとですね、わからなかったり、えー、見たことあるんだけど何だったっけなっていうふうに迷っちゃう正確性が欠けているとだからインプットだけではなくてアウトプットすることで知識として定着させていきましょうと同じ知識でもですね、テキストに書かれている内容でもですね、問題によっては言い方変えてきてですね、同じ知識なんだけど解けなかった問題結構出てきますと。 そうういったものものけるようにしましょうよとまたですねテキストを読んでもよくわからない点があったとしてもです、ね、問題解いて解説を読むことで自分の頭を動かしながらやることで理解できたっていうことは非常に多いさらに問題演習で出てきた条文の関連条文っていうのは出題されやすいんですと特に記述との関係では条文知識が聞かれる記述は過去問の中で出てきた知識今回は書けますか問題多いんですね。 だから条文を蓄次ちゃんとアウトプットしながら見ていきましょう積極的に問題に着手して応用力を鍛えていきましょうこれが2年目の学習では非常に大事になってきますよと。そのためにはという話ですが何が必要でしょうかっていうと。 当然のことながら適切な問題集であったり参考書などを揃える必要性がありますよねと。そしてまた自分にとってベストな勉強計画を考える必要性がありますよねと。なおかつこれが一番大事モチベーション維持する必要性があるよねと適切な参考書を揃える必要性があるとおお、独学で頑張ろうという方は適切な問題集であったりを探し出さなきゃいけないと。まずは 2年目学習するにおいての武器を調達しなきゃいけないとどんな武器がいいんだろうかを考えなきゃいけないんですよとそしてまた時間ですよね武器揃えてもその武器を磨く時間がなかったら強くはなれませんからきちんと時間を確保して武器を磨かなきゃいけないと勉強計画ですね民法行政法を言いました重要ですよって言いましたけれども武器の中でも民法行政法を研ぐ時間を確保しなきゃいけないと。 ここで注意いただきたいのは行政所持試験合格のためには一般に500から1000時間必要ですっていうふうに冒頭申し上げたと思いますが2年目1年目に600時間勉強したから2年目は400時間勉強すりゃ1000時間いくような400時間でいいやっていう形で計画立てたらどうなるかっていうとこれうまくいきません行政所持試験に挑む 1> 1年間を基準に考えてくださいねとだから去年受けられた方も去年の勉強時間は一旦リセットしてくださいと今年また再スタートして0時間から計算してくださいと最低500から600ぐらい時間を確保をしていただきたいというところなんですねと。 1>, 1年間あるんであれば1日2時間ぐらいですね勉強していれば600時間ぐらいはいきますので1日2時間ぐらいのコツコツの積み重ねちりもが1年後の皆さんの合格につながってくるわけですのでそういった自分に残された時間でどうやって確保していこうか何を勉強しようか何でどのぐらい時間かけようかっていうところの勉強計画を考える必要性がまず持ってありますよと。 最後に武器用意して武器を磨く時間を確保して磨き上げななききゃいけないわけけわですよね磨き上げるには根気が必要繰り返すためにはモチベーション維持というのが必要このモチベーションを自分で維持できるかどうかっていうのが大事になってくるともちろんですね これらの武器揃えて、えー、武器を磨いてその磨くモチベーションを確保するっていうのは独学でもすることは当然できますと強いモチベーション意識を持ってさまざまなネットであったりで教材探して、えー、おすすめですよっていうのを集めて勉強するとそれでもできるしかし現実問題としてですね実際問題人間 ですからどんなあ参考書がいいのかとか参考書をおすすめのものを買ったのはいいもののどこを中心に勉強したらいいのかというところ効率的な勉強っていうのはなかなか自分では判断できないですし計画的に勉強しろって言ってもなかなか計画的にじゃあどうやって計画立てりゃいいんだよとどういう部分を注意しながら計画立てりゃいいんだよとか。 今はモチベーションが高くても当然人間ですから絶対にですね途中でですね嫌になってきちゃったりする時期があるわけですね自分に負けそうになる時期があるとモチベーション維持が特に独学だと難しい、えーね、世の中に出ればですねみんな楽しそうに、えー、遊んでたり何な,なりするわけですからその中で自分は夢に向かって頑張んなきゃいけないとそこでモチベーション維持するっていうのは独学だと非常に難しくなっちゃうと途中で挫折しちゃうとだから 2年目以降の学習に適した予備校の利用がコストは多少かかってしまいますけれども結果としては効率的な合格につながることが多いんですよまずポイントとしては「あ武器揃えましょう磨く時間確保しましょう」と「モチベーション維持しましょう」とそのために自分は独学でもいけるんだっていう方は「独学で挑んでください」「戦に勝ち抜いてください」「絶対来年は合格したいんだ」っていう方は「 ちちょっっとコストはかかっちゃいますけれども予備校を利用してください予備校を利用すれば予備校が用意してくれる参考書であったりが届きますよねその参考書であったりは一般合格率をはるかに超える合格率を出している講座の教材ということはいい教材ですから予備校を使えば武器は揃えてくれる。 で予備校特に生講義であったりがそうですけれども勉強方法それぞれですね残された時間とかは違うどうやって勉強したらいいんでしょうかっていうところはそれぞれ人によって違うそういうところは講師にですね相談して計画立てて勉強していきましょうよと。そしてまた 各種予備校さんがある中でですね、えー、レックであったり大手のところはいまだに生講義目の前で授業をするという講座をやってますけど目の前で教室に行って講義を聞くっていうことの一番大きなメリットは何かっていうとこれなんですモチベーションの維持なんですと。教室に行けば 一緒に戦場を戦い抜く仲間がいますしまた授業中にまあ私の授業であれば私がですね「えー、どうですか頑張ってますか?」と「やりましょうね」と「頑張りましょうね」っていう形でモチベーションアップを図るとここ、ね。だから特に合格を 来年次こそはしたいっていう方はぜひですね予備校を選ぶ際にも通信講座の予備校さんではなくて生が受けられれる予備校さんんをでできれば取ってほしいんですねどうしても通信講座の授業だとですね画面越しになっちゃいますのでモチベーション維持っていうところであったり勉強計画その時々に応じた相談事であったりはなかなかできないんですね。 だから今年こそはっていう方は予備校の中でも生講義をやっている講座をちょっと検討していただきたいというところになります予備校の利用がコストはかかるけれども結果としては効率的な合格につながることが多いですよとだから予備校というものを今年次の行政書士試験ですね合格したいっていう方は検討してみてくださいと 予備校を選ぶ際にはあ実践的なカリキュラムですねアウトプットを中心としたところを意識して講座を選んでいただきたいですね。 例として私が担当している講座が1つあります応用講座が1つありますので180点アルティメット講座っていうところをちょっと例としながら紹介させていただければと思いますが180点アルティメット講座っていうのはですね最小限のインプット両門によるアウトプットで効率よく合格をつかみましょうと。 学習のポイントは試験に出るところに重点を置いた効率的な学習なんですと要は行政書士試験の本丸188点ある民法行政法にウェイトを置いた学習なんですそして試験本番で使える知識として定着させるための問題演習問題演習を含めた条文確認この繰り返しが大事になってくるこれができれば合格っていうのは見えてくると。 だから180点アルティメット講座っていうのは問題演習を通じた重要テーマのインプットプラス両問による問題演習を通じて効率的に合格をつかみましょうっていう講座になっていますと。具体的にはですね講座としてはメインとなるところはこちらですねまず知識確認編っていうところで問題だけバン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 解いて問題の解説だけ私がしますよっていうのだと当然ですね試験終わってからね 無理を押して勉強した方も結構いらっしゃると思いますからちょっと休んでほしいんですねちょっと休んで気分新たに再出発モチベーションを立て直していただきたいだからちょっと休んでほしいちょっと休むとどうなるかっていうと法律っってて勉強しないと一気にガクンって落ちるんですねだからあじゃあ立ち直っていざ頑張りますっていう時には問題じゃあバンバン解きましょうって言っても知識と知識のつながりが入ってまいまんまバンバン解いていくと 効率的ななな学習にならないだから基本的なところは知知識識確確認認編で知識を確認していきましょうと、まあ私が講義しながらこういう話でしたよねという形で知識を確認していきましょうとその上で知識確認編の中でも重要問題を取り扱っていきましょうと皆さんと一緒に考えていきましょうとそしてその後に応用的な問題本番に近い問題を解いていきましょうという形で演習編をやっていくと。 まあいずれにせよ知識確認編では知識確認するために講義いや,いや,やりますけれどもその中でも問題演習アウトプットの時間ありますそして演習編ではもうこれはもう完全にアウトプットしながら問題の解説見たことない判例出てきたら見たことない判例の解説であったりをしながら知識をつけていきましょうと。 またあこんないやらしい言い方してきてるよねとだけど知識としてはもう皆さん知ってるものですよとかですね問題演習する際のいやらしい問題への対応法とかをちょっと説明していきますで特徴的なのはここなんですね効率的な本丸を意識したってあるように民法と行政法にアルティメット講座は時間が多く配分されていると。 得点配分がこうなってるからですよね。民法と行政法でトータル188点あると180点超えれば基本的に合格できる試験ですからあここに非常に時間を使いたいと使いましょうとだから当然講座としても民法行政法がメインとなってきていますとさらにこれだけじゃないですよね行政書士試験で重要になってくるのがこいつ記述ですよね。 記述60点という非常に高いウェイトを占めていますのでこの60点のウェイトを確保できるっていうのはかなり合格に近づく言い換えてしまえばこれ記述制するものは試験を制すって私よく言うんですけど記述の60点取れちゃったらもうあと法令であったり一般知識で120点ですからこれ取れるんですね大体。 だからあ記述を制するものは試験制するぐらい大事なのでただそうは言っても記述独特の考え方であったりそういうところはあるよね記述60問まり講座っていうところで一緒に問題解きながら検討していきましょうよと。 これ足切りり点がありましたよね。最低24点え、6問は取らなきゃいけないえ、だから最低6問取れるところは確保しとかなきゃいけない、政治、経済、社会というのは非常に範囲広い、勉強しても得点につながる可能性が低いところなので、ここに時間使うというのはちょっと、えー、非効率的ですと。 だから、政治経済社会などについてはですね、日頃のニュースであったり、新聞であったりを、次の行政書士試験に向けてですね、ちょっと意識しておくと。本年の行政書士試験もそうでしたよね。結構時事的にホットな話題、結構出てましたよね。結構行政書士試験というのは、政治経済社会分野については、時事的にホットなものが出てきやすいですから、ニュースに意識を。 持って聞いてありしときましょうと。試験対策として特に力を入れときましょうっていうのは情報通信個人情報を文章理解の部分なんですね。ここでだいたい5、6問ある。これは確実に取れるように確保できるようにしときましょうと。 特に文章理解についてはこれ3問あって訓練が必要になってくる。国語の問題訓練テクニカルな問題になってきますからあテクニック的なところの知識も訓練の中でつかまなきゃいけないだから「アルティメット講座」では訓練が必要だよね訓練しましょう文章理解特別講座というところで、えー、文章理解国語の問題のテクニカルなところであったりの訓練を一緒にやっていきましょう このようにですねアルティメット講座っていうのは行政書士試験において効率的に合格するために行政書士試験の特徴に着目した講座になっているそしてまた法律学習の王道を意識したそして法律学習の王道の中でも一通り学んだことのある方に足りてないところを意識した講座になっていると。 じゃあ実際にですねどんな風にやっていくんでしょうかっていうのを皆さんと一緒に検討してみたいと思いますけれどもまず知識確認編の講義ではですね、えー、私があー皆さんにご提供するレジュメですねで授業の方は進めていきます授業の中では理解というところをです、ね、中心に持ってほしい知識との知識のつながりを持ってほしい、えー、そうすれば 無味乾燥だった知識丸暗記していた知識がつながりを持って記憶に定着することになりますのでできる限り、えー、図などを使いながらですね判例であったり似,似たような判例入国在留再入国出国という形いろいろな判例ありましたよねとそれぞれの違いというところ似たような話は違い分かってるっていうところ。 を意識しながらやったりですね外国人の選挙権についてもこれもう皆さんご存知のように国政と地方で違ってましたよねお似たような選挙権の外国人の話なのに違いますよねどこが違うんだろうかと何でだろうかとつながりを持って理解できれば知識がついてくるとだから知識確認編ではまずはこういうふうにですねできる限り図などを使いながらあ 知識を確認していく理解というところを今一度ブラッシュアップしましょうとその上でですね知識確認編でえじゃあ実際に皆さん今学んだ知識をですね問題として重要なものを確認してみましょうかということでまずは足別ですね一問一答形式の問題。 外国人の人権であればこのように一問一問丸ツがついてる問題集ですねこれを解きながら知識実際の問題ではこういうふうに出てるよねとこういう言い換えがあるから注意してねとかこんないやらしい言い方に引っかかっちゃダメですよとかですねそういったところをアドバイスさせていただくと。なおですね知識確認編では私のオリジナルレジュメが教材になりますけれどもこの デルジュンの行政書士アチベツ過去文集の法令分野の県民行についてはレジュメの内容だけでほぼ解けるぐらいの情報量のレジュメを皆さんにお渡ししますのでそこは心配しないでいただければと。まあ、いずれにせよ知識学認編では一通り知識を確認して、えー、重要問題 A ランクの問題がメインになってきますけれども重要問題を解きながら。 インプットブラッシュアップとアウトプットをの精度を高めていきますよ。と で、えー、復習、皆さんご自宅に帰ったあ後には当然、復習していただきたいと復習する際にはあこうですね授業で扱わなかった問題と B ランクであったり C ランクであったりの問題を解きましょうとで、えー、授業で扱って解いた問題実習の際に解いた問題の条文もおきちんと確認しましょうと条文確認する際注意点は1個とあったあ場合には2個3個まできちんと条文読み込みましょうねと。 適時マーカーなどでマークし引きながら復習しましょうねとでそこまで終わったらああ一通り問題演習して条文確認したけど知識ちょっと曖昧だったなという方はあこれテキストを確認しましょうと授業では使いませんがこの合格基本書っていうのがアルティメットではついてくるだからあ曖昧だった部分を皆さん,うん自習の際に確認をしていただくで確認した際には条文出てきたらまた条文を法令書にあたって確認しましょうと,ということになっていきます で知識確認編で、えー、知識をブラッシュアップインプットアウトプットをしたらさらに応用的なところを落として演習編で、えー、授業をやっていく演習編の場合についてはですね問題が本番と同様の形になる知識確認編では一問一答形式でしたけど五詞択一式になってくるわけですね。 この問題になった場合については消去法なども意識しながらですね当然ちょっと難しい問題になっていきます。本番と同じような形で勉強しましまょうですから見たたことない問題判例であったりは出てきますその際にどうしたらいいのかっていうと消去法などを使いながらと重要知識基本知識を正確にしていれば消去法などで解ける問題も多くありますのでそういうところを意識しながら問題解きましょうまた授業で扱う 問題の中で見たことない判例とかが出てきたら逐次私がですねこういう判例ですよっていうことをプラスアルファ補足していったりすると。演習編で実践力を養いましょうとで復習の際にはあまた知識確認編と同じように授業で扱わなかった問題解きましょうと条文確認しましょうと知識が曖昧だった場合はテキスト確認しましょう条文確認しましょうということで繰り返すっていうところが大事ですよね。講義を受けて 知識確認編で受けて演習編で同じようなテーマの応用的なところをやってまたテキストなどを確認して条文見るってなったら同じようなところを何回も何回も繰り返すことになりますよね自然にこの繰り返しが大事になってきます知識を確認整理していきましょうで記述対策本番と同様にですね記述独特の思考力だったり応用力だったり文章力っていうのも要求されてきますから一緒に検討してみましょうという形で対応をしていくと。 記述を制すするるものは試験制すると。さらに一般知識基準点に注意で個人情報文章理解っていうところは勉強すれば点数につながるところでもありますからここで56点は確保できるようにしておきましょうと。で文章理解については訓練が必要ですから文章理解特別特訓というところで訓練をしましょうと。 さらに知識確認編ではでではすすねね個人情報保護法です、ね、ここはどんなお話があるのかっていうところの大枠は確認をしていきます。個人情報保護法っていうのは法律ですから範囲が決まっているんですねだから勉強すれば特定につながりやすいといい知識確認編で一通りの話は見ていきましょうということになります。 そしてこれらをですね、えー、効率的に学習するためにですねジグザグ学習法っていうのもこれアルティメットの特徴ですね。インプットして、えー、違う科目の憲法のインプットして民法のインプットして行政法のインプットしてちょっと問題解いてっていう形でまた憲法のじゃあ応用問題解いてみましょうってなったら憲法ちょっと忘れちゃうんですね。 記憶との関係で知識っていうのは知識が新鮮な時にそれを練り上げる訓練するとより頭の奥そこに根付くことになりますからジグザグに憲法のインプットをちょっとしたアウトプットしたら応用的なアウトプットしてじゃあ次民法行きましょうという形で一個一個の科目を固めながらっていう形のジグザグ学習法で皆さんの記憶に配慮した形で授業を進めていくということになっています。さらに 本年からの特徴なんですが。 直前ズームフォロー講義っていうことでアルネメット講座はですねだいたい9月ぐらいには授業自体は終わりますそうなってくると9月月から11月頃は一人旅になってきますこの1人旅の時期がですね直前期不安やモチベーションの維持が難しくなる時期でもあるので心が折れそうにもなってくる時期でもあるとだから講義が一通り終了した直前期にですね直前期の過ごし方であったり本年狙われる る可能性の高い論点であったりを Zoom などを用いてアドバイスをしながらモチベーションを持ったまんまですね維持したまんま勉強、試験、戦に挑んでもらえればなというふうに思っていますまとめになりますけれどもこちら 試験突破に必要なものは法律学習の王道ですと言葉の定義判例の用紙確認しましょう条文確認しましょうとどのような形で出題されているか確認分析しましょうそしてまたこれを繰り返しましょうと武器を用意してそれを磨き上げるというのが大事になってくるんですと試験突破に必要なことなんですと。 そして特に2年目以降の方はですね基本的な知識は入っているであれば今まで抜けていた部分条文の確認ちゃんとしようよと問題演習をより踏み込んで分析まで意識してやろうよこれらをきちんと繰り返そうよと2、3、4を正しく効率的にモチベを持って行うというのが大事になってきます。 そのためにはですね独学でももちろんできますけれども武器を揃える労力であったり時間管理ですね磨き上げる時間の管理も大変ですしなお一番大変なのはモチベーションですよねそういったところが難しくなっちゃうとだから絶対に来年こそは合格するんだっていう方はちょっとコストはかかってしまうけれども予備校を使うっていうのをおすすめするとで予備校を使う際には2年目以降の方はより実践的な会議を のの授業を取った方ががいいいですよというのが私としてのアドバイスになります私としてはですね応用的な講座としては180点アルティメット講座を扱っていま、えー、す授業本日のガイダンスの中でも少しアルティメット講座こういうものですよというところでご紹介させていただきました是非ですね、えー、行政書士試験という戦場の道しるべとしてですね当然 この180点アルティメット講座を絶対に取れって私が言っているわけではなくて私が担当している講座がこれですので、えー、これをですね応用講座として担当しているのはこれを例にご紹介させていただきましたがどのような講座を取るにせよですね、講師、私が望んでいることは皆さんに合格してほしいんですと。 一人でも多くの方が合格していただいて一人でも多くの方が行政書士の世界というものを広げてほしい活発にしてほしい行政書士の知名度を上げてほしいそのために皆さんを私はサポートをしているわけですので、えー、ぜひですねどのような講座でもいいですから行政書士試験この前の行政書士試験がちょっと悔しかったな落ち込んじゃってるなっていう方いらっしゃるとしたら 立ち直ってください戦い抜いてくくだだささいいいい戦抜来年こそは合格をつかみ取ってくださいとそのためにどうしたらいいかということは本日お話しさせていただきましたので、えー、本日お話ししたことを参考にした上でですね次の行政書士試験どうやって挑むかを検討いただければと思います。 はい以上、長くなりましたけれども、私の本日のガイダンスとさせていただきます。ひとまずはですね、行政書士試験を受けられた方は、非常にお疲れ様でした、無理を押してですね、勉強をした方も多くいらっしゃると思います、またメンタルを今もう結構引きずっちゃっている方もいらっしゃると思います、でも過去はもう変えられない。 疲れているんだったらちょっと休んでまたリスタート諦めたらそこで終わりになってしまいますから皆さんの一歩どのような形で一歩を踏み出すかは少し考えてみてご検討いただければと思いますいずれにせよ次の行政書士試験は合格してください諦めないでくださいということを締めの言葉とさせていただきまして、えー、本日のガイダンス終了とさせていただきます。最後まままでお付きき合いいいたただししてありがとうございました 頑張ってください。